お疲れ様です。それでは第8週の見通し、立てていこうと思います。2月19日から23日ですけども、えー、月曜日がね、アメリカ球場で、そして金曜日が日本球場ということでね、まあ、カースイモクぐらいしか使える日がないかなというところです。まあ、こういう時は、もうお分かりですよね。うん。あの、割り切って休んだ方がいいですよ、こういう時はね。あの、どちらにしても、片方の市場が休みだと、通常のテクニカルの指標出ませんのでね。 ただこういう時でも挑戦していきたいという方はしっかりとやっていただければいいと思いますまずはねカー水木を攻略してから難しい月金とかそれから片手落ちのこういった形の取引の日とかを選ぶという形でね難易度に合わせて自分が稼げるマーケットをきちんとね固めていきましょうでいまだに安定した利益が上がれてない方毎週水曜日はトレードしましょうで水曜日で利益を上げていく それがね、20pips とか 30pips でもいいですよ。そしたら、1ヶ月に 100pips の目標でやっていくとかね。こういうふうな組み立て方をしてください。え、それから、毎週毎週こうやって私ね、週のまとめとか、週の見通しってやってるでしょ。これが力がつきますからね。これをやっていきましょうよ、ぜひ。で、やった分に関しましては私、私あの、お見せしていただいたら、ちゃんと評価しますんでね。だから、未だにトレード、いまいちパッとしないなって方は、 まあ私がやってるのをずっと真似していったら本当に力つきますからね。これ以外ないですよ、もう。その他に私が隠してる手法とかはないですから。こうやってお見せしてる手法すべてで、利益をきちんと毎月数十万とかね、毎年数百万とかね、取っていけますんで、やっていきましょう。まあもちろんね、収入の皆さん予算っていうのはそれぞれですから、毎月5万とか3万でいいんだって方はね、ここまでしなくてもよろしいかと思いますけども、やった分だけ力になりますからね。 それから今週、第8週なんですけども、木曜日の朝に FOMC があります。実はね、ずっと介入水移だ、介入水域だって言ってましたけども、151円はあり得ると思いますよ。特に今週 FOMC で、アメリカの利下げが発表にならないと思います。そうなったら、ますます円安の方向に向かって、150円、1円をつけるんじゃないかなと思いますね。まあ、今まで150円の壁があるかなと思ったんですけども、どうやらないみたいです。それからテクニカル的に見ると、 これ、伸びまくってますんで、もうこれ止まんないと思いますよね。少なくとも、あの、ここと並ぶところまでは行くと思いますんでね。151円突破するでしょ。それからですよ。あの、神田財務時間が出るのはね。はい。それでは、えー、ウィークリーを終えて、冷やしの方行ってみましょう。冷やしの方に行くと、これね、ここの天井に向かって、今、ね、動きが、 上昇トレンドに入ってるのが分かると思いますね。綺麗な上昇トレンドですよ、これは。ドーンとこの辺3つ上げて、移動平均線を突破した後は N 字をかけてね、ずっと上の方にどんどん寄っていってますからね。で、今回も帰りが進んで、今、移動平均線の方にローソク足近づいてますけども、これは別に移動平均線にタッチしなくても、どこでね、上の方に行ってもおかしくない形ですね。まあ、ですんで、 一週間の方針としては、おおむね倍の方で取っていけるんじゃないかなというところです。じゃあ4時間。4時間はどうでしょうかね。4時間は今移動平均線ぶつかってますんで、ここも上昇トレンドでいいんじゃないですか。もう同じ形でどんどん上の方に向かっていくと思いますんで、相場ここも突破してくれると思います。もしかしたら、アメリカ球場の日本市場で、これがね、抜けるようになるかもしれないですね。そしたら151円です。 で最後に1時間軸ですけどもこれ前回ね、えー、金曜日でしたっけ150150、えー、150円を突破したら倍でエントリーしましょうってことになって結局突破したわけじゃないですかで利益取れたと思うんですよそこから落ち着いてきたんですけども、まあ、上に向かう力っていうのは相変わらず働いてると判断した方がいいですね それが、ここを超えるかっていう問題はまた別なんですよ。えっ、ー、とね。ここですね。ここを超えるかどうかは、ちょっとね、見ていかないといけないですね。そこまではまあ上がっていくんじゃないですか。はい。それを月曜日で確認できたら、同じですね。はい。じゃあ、こんな形で、基本的には倍で取っていく、そんな第8週になると思います。ね、あまり値、ね、動き高まってきたんで、 うんまあ、そうだな、ね、セルの方向に行くんじゃないかなって考えても無理ないんですけども、いや、ここはね、あの、市場介入とか意識してるのは日本の市場だけですから。アメリカの方では、おうおお、どんどんトレンド上がってきてるなと思ったら、そっちの方に向かってドルを買って円を売るって、この動きが加速するだけですから。神田財務次官がね、出てきて口先介入するのを意識するのは私たち日本人だけですんでね、それがメリットに働く部分と、デメリットに働く部分と、両方あるということですよね。え私も 神田財務官の顔がちらつきすぎてるんで、介入あるんじゃないかなっていうふうな消極的な相場の見方をしておりますけども、その辺もね、今回は、いやいや何かあるまで、介入が入るまでこれは倍で取っていけばいいんだっていうふうに気持ちを切り替えるところでございます。えそれではお疲れ様です。